iSEG2 で使用電力量の目標値を設定します。メニューをタッチしてメニューバーを表示します。設定をタッチして設定画面を表示します。目標値をタッチします。電気の変更をタッチします。ここでは初期値として300キロワットアワーが設定されているので必要に応じて変更します。使用電力量の目標値を過去の実績から設定する場合は過去の実績を自動設定を選びます。目標値が分かっている場合は直接入力を選びます。参考値と削減率を選び決定をタッチします。